格安 sim の利点欠点についてはい、こんにちは。今日ですね。あの格安 sim ってどんな感じ？って思ってる人多いと思うんで、ちょっとね。あのその特徴を説明します。最近ちょっとあの格安 sim を実際に導入してみて。店員さんとかにも聞いた話も話なんですねけど、格安 sim 安い。 から節約にはいいんですよねだけど利点欠点っていうのがあるんですよ。で利点っていうのはやはりまあ安いですよね。安いっていうのがある。で欠点はよく言われてんのが遅いんじゃないのとか言われてるんですよねスピードがネットのスピードがね。なんですけど私。 Y モバイルを使ってるんですけど Y モバイルを使った感じではおそんなに遅さはほとんど感じないですね普通のソフトバンクとかドコモとか au とかとほとんど同じです分からないですその違いはなんでよくある疑問のスピードが速度が通信速度が遅いんじゃないのっていうのはないですねそうスピードに関してはただしギガ数が少ないんですよ そんなにギガ数がなくて、一番少ないものだと三ギガからスタートするんですよね。だから月に二十とか三十とかいっぱい使う人には格安シムは向いてませんね。そんなにギガ数が契約ないんで、だからそういう人には格安シムにプラスして自分でギガワイファイみたいのを持ち歩いて、あのけてあの携帯できるやつ、ちっこいやつ持ち歩いて。 使ううっていうのがいいいのがかもしれないですよね、うん、まあでもそうするとちょっと費用がまたかかってしまいますけどまあそれでも多分ねキャリアっていわれるソフトバンクどこも au を持つよりは安いと思います。なんで欠点はスピードは変わらないんだけどギガ数が少ないってところですね。あとはモデルが古いですね。例えば格安シムでも iPhone っていうの iPhone を使ったりできるんですけど。 iPhone7 の旧バージョンになってしまうんですよね iphone 7とか iPhone6 とかそういう昔の iPhone になってしまうんで今の最新機種っていうのは使えないんですよだからちょっとまあドコモとかでドコモソフトバンクとかで最新機種を使ってる方はなんかちょっと昔のタイプに戻っちゃうので画面がちっちゃかったりとかそういった感覚を受けるかもしれませんね。で指紋あ 顔認証がなかったりとかするんでボタンに戻るんでちょっと使い勝手が今までとどうかなってなっちゃう可能性ありますね。であとは、えー、欠点としてはそうですね欠点としてもそのぐらいですかね。なそんなにうん使いづらいってことはないですねあんまりね。うん、なので まあ予算をね抑えたいって人はおすすめです固定費を抑えたいって人はやはりキャリアと言われるとこ使うよりも安いんで,でギガもなるべく動画とかを外で見ないようにして節約すればそんなにギガ使わないでもいけるんであんまり動画とか見ないでしのげば10日とか10日間とかでも3ギガも使えないで生活できたんで。 あの結構スマホを使う方なんですけどなのでそういうふうに節約すればギガも節約できるんで格安シムでも全然問題ないかなとむしろお金が毎月かかる固定費が下がって節約になっていいんじゃないかなっていう気もしますね。はい、ということでね今日ちょっと格安シムの特徴について今最新版特徴についてまとめてみました何かねコメントありましたらしていただければなるべく返すようにします。 はい、ありがとうございました。